小さい頃から引っ込み思案で人の輪に入るのが苦手だった。その性格は今でも変わっていない。だから友達なんてできたことなかった。セオー、もうまたぼっちしてる。ほら帰るよ。この二人と出会うまではゆいちゃんとめぐちゃんは僕の友達だ。一人ぼっちの僕に話しかけてくれて、少しずつ仲良くなって、友達の大切さを教えてくれた。僕にとって二人はかけがえのない宝物だ。セオってノリいいよね。そう？いつもうちらに付き合ってくれるし、その気になれば友達作れそうなのに。いや、僕から話しかけたりできないし、昔から転校も多くてさ、今まで友達ができたこともなくて、だからゆいちゃんとめぐちゃんがいてくれればいいかなって。もう何それ。じゃあ彼女いたこともないの？うん、そうだけど。ふーん。瀬尾の初キスもーらい。どうだった？初キスの味。突然で分かんなかった？じゃあもう一回。ずるい。ゆいちゃん一人で瀬尾の初キス奪うなんて。じゃあそろそろ行こうか。授業始まっちゃうよ。なんでこんなに普通でいられるんだ。二人にとってはただのおふざけだったのかな。え、この子なんだけど。処女捨てたいけど彼氏いないんだって。それで瀬尾のこと話したら瀬尾にしてほしいって。いいよね。もう嫌だ。二人ともいつもいつも勝手なことばっかりしてさ、僕のことなんだと思ってるの？瀬尾が怒ってる。調子乗ってごめんなさい。これからは僕の気持ちも考えてよね。じゃあ仲直りの証拠に。できた。これからも3人でいっぱい楽しいことしようね。これ絶対消さないでね。え、お風呂入ったら消えちゃうよ。じゃあ入らないで。ほんと勝手だな。